ナンシー・アージェンタは、カナダ出身のソプラノ歌手。本名は、ナンシー・モーリー・ハービソン。ネルソンの生まれ。バンクーバーで、ジェイコブ・ハムに声楽を指示した後、ウェスタン・オンタリオ大学で、マーティン・チェンバーズに訓等を受ける。1980年に大学を卒業し、エックハルトイコールグラマって音楽コンクールで、第1位を獲得した。 その結果、カナダカウンシルの女性を受けて、ヨーロッパに留学し、デュッセルドルフに行って、ジャクリーヌ・ヌリヒャルトの下で研鑽を積んだり、ロンドンでベラ・ロージャの指導を受けたり、またピーター・ピアーズやジェラール・スゼーの境外に接したりした。ロンドン滞在中に、カナダ人歌手のナンシー・ハーミストンとの混同を避けるために、ナンシー・アージェンタを名乗るようになった。1 9 8三年の、 エクサンプロバンス音楽祭におけるジャンフィリップ・ラモーのイッポリートとアリシーの上演に参加してデビューを果たし、エンシェント室内管弦楽団やイングリッシュコンサートなどのコンサートや録音に参加して名を挙げた。ありがとうございます。